もうトークは勉強しますって感じで。いやー本当にね、ごめんなさい。なんか私肝心なところで間違えるよね。すごい自分でもね、本当に変わろうよって思うんですけど、なかなか、成長できないところも多くて、そう、愛ちゃんを引っ張ろうと思ってたんですけど、なかなか引っ張れなくてちょっと悔しかったんですけど、でも野呂先輩もすごく優しかったし、そう、愛ちゃんも優しいから、そう、すごく2人に支えられて、あと野呂先輩がもう優しくて、すごいなんかツッコミも愛だと思ってて、私はなんかちゃんと、変なところとか拾って突っ込んでくださるから、野呂さんが。だから安心してボケられると言いますか、素でいられると言いますか、そう、だから全ては野呂さんのおかげです。本当に感謝です。なんか好きでいてくださって本当に嬉しいので またご一緒できるように頑張ります。じゃあ開けます。本当、なんか本当にずっとね我慢してたんだよ。なんかいつポケが開封するのって言われるんですけど、言われてたんですけど、いやもうね、もうずっと開けられる状態じゃなかったんです。ずっとなんかポケカを開けるほど、なんだろうな、片付いてなかったというか、余裕がなかったというか、ポケが開封する前にちょっとやることやらないと心落ち着かないって感じだったので、ちょっと右に寄ってるよね。でもさ、ちょっと難しくてこれ、どうすればいい？なんかもうこの家の形の問題な気がします。だってさ、見えちゃうんだもん。私がこっちに来ればいいか。どうですかね、これで。あ、今真ん中ですかね。あ、タワー立ってる、すごい。これタワーなんだ、知らなかった。誰？タワー、マホリンってことですか？凍ってるタワー初めて見た。誰？誰ですか？タワー。マホリンじゃないってこと？ってことは。Who is タワー？誰ですか？ちょっと。あ、マホリンじゃなかった。1位の人かなって思ってた。あ、ウェイロンだ。ウェイロン、Thank you、ありがとう。そう、ベリー？そう、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 Thank you。ベリー、Thank you。そう、そう、Thank you。ありがとうございます。はい、じゃあ、開けていきます。やば、開けちゃった。これは本当に、あ、で、ちなみにこのクレイバーストで私が当てたいのは、さっきね、調べてたの、ずっと。どのボックスを開けようと思って、なんか他にも種類があるから、何のボックス開けようかなと思ってずっと探してて、ですごい悩んでたのよ。収録されてる、私今欲しいカードがあって、だからその何のカード欲しいかなと思って。欲しいカードのボックスをできれば開けたいじゃないですか。だからそれ開けたいなと思って。これはね、なんじゃもの SAR、 めっちゃ可愛いの見えるかな。あ、こっちか。なんじゃもの SAR、 これめっちゃ可愛くない？これと、あとバンギラス、私もバンギラスネッキ使ってるから入れたらいいのかなと思って、このバンギラスのこれなんだ、AR、 バンギラスの AR と、あとライチュウがめっちゃ可愛くて、ライチュウの AR がめっちゃ可愛くて、そう、こちらライチュウの AR、 こちらが欲しいと思ってて、このデッキはね、このデッキはとりあえずその3枚ですかね、が欲しいです。じゃあお願いします。これちなみに結構前のデッキだからめっちゃレア。
まずこのパック自体がレア、レアです。あとこのパックの何ジムが本当に可愛いからすごい、この箱にはね、何パックだろう、この箱には何パックって書いてある、なんかパック数書いてあるよね、普通どこに書いてあるんだ、あ、30パック入ってます。よし、ミュウはね、いない、いないです、ミュウは。いやー、引き強いから行きたいべ。そう、シャイニートレジャーも可愛いんだけど、シャイニートレジャー以上に可愛いよねっていう感じだから、ぜひとも来てほしい、私の元に。あ、そう、あと雷がすごかったけど皆さん大丈夫ですか？すごい東京は雷雨で、雷雨っていうか雷がすごくて、さっきまでもう家の中にいても雷の音が本当に大きく聞こえるぐらい、すごい雷で、あ、花火が中止に、あ、そうだよね、なんか言ってたよね、花火中止になったみたいなニュースで、とか。神奈川は大丈夫なんだ。ちょっと一旦もう全部やっちゃいますね。ポケカの話してるからライコー来てましたね、来てた来てた。その錦糸町のイベントの前の日がやばかった、特に。だって錦糸町の前の日のイベント、あ、錦糸町の前の日にさ、あの花火大会あったらしいんですけど、その花火大会が中止になったりとかしてて、ね、あの雷怖いってめいめいがポストしてたじゃん、私その数分後にショールームしますみたいな差が激しすぎる、全然違うこと言ってる、なんか全然雷怖がってない人と怖がってる子って感じの差がすごかったから、自分一人でじわってました。そう、セリカもさ、今日公演だったんでしょ。でも、あ、なんだっけ、交通のその雷とかもあるのかな、最近その電気系がやられてますよね。だって飛行機とかもさ、なかなか帰れない方がいたりとかね、え、国際航空、国内もそうだけど、雷最近すごいし、その電気がトラブルになることすごく多くて、あ、そう、新幹線止まっちゃったり、もう交通がね、全体的にね、狂ってしまってる感じで、なんかなかなか、新幹線は事故で動かなかったんだ。あ、それ新幹線はまた別なんですね。なんかチケットが、その電子チケットが読み取れない故障が、なんか空港の方で起きたりとかさ、ニュースでしか見てないんですけど、私は。そう。なかなか、ちょっと怖いなっ
って思うことが多いね最近。じゃあ見ていきます。まずお、あ、こっち、もうなんかいつもこっちにカメラあるけど今日こっちだからさ分かんなくなる。イカネズミ、タマンチュロ、かわいい、ヒノヤコマ、あ、サナギラス使える、あ、ライチュウ、かわいい。あ、タイプ別に分けとかないとね、私タイプ別に分けるタイプなんで。はい、ナマズン、なんかあんまり馴染みのないポケモンが多い。カヌちゃん、キリンリキ、キリンリキはノーマルですね。はい、へえ、ドジョッチ、ドジョッチ、ドジョッチは、あ、アタッコ、あ、なんじゃも、カルボー、ややこま、ややこま、マケンカニ、マケンカニ、あ、イーユイ、イーユイは安定。イーユイどうしよう、炎タイプに入れとこうかな。イーユイめっちゃ可愛いよね。カラミンゴを、カルボを、中犬ちゃん、うん、ポポッコ、かわいい。あ、タギングル、アク、アクタイプ出ちゃった、どうしよう、置くところないかな。お、サワロ、コジオ、ニューラ、お、ドンメル、ディンルー、ディンルー、ディンルーだ。お、シロデナス、コジオ、スナバー、あ、ピカチュウ、ピカチュウ、あんまりか、おー、かわいい、超かわいいじゃん。イカネズミ、イカネズミの AR 出た、超かわ、鬼かわ、大切にする。イカネズミね、デッキに入れられたらいいのに。ドクロック、ドクロック久しぶりに見た。ワッカネズミ、あ、ズオ、ジオズム、あ、クヌギ、クヌギ玉、あ、キリンリキ、お守り、お守り、スピカー、ウンバット、あ、また違うタイプだ、あ、どうしよう、ウンバット、あ、プリン、このプリンめっちゃ可愛い、プリン、ペンジオ、権限、ケケンカニ、なんか普段見慣れないポケモン多めかもしれない。続いて、あ、ウンバット、はい、お、ドジョンチ、クヌギ玉、あ、プリンかわいい、このカードかわいい、わ、かっこいい、ワカネズミ、ワカネズミ、あ、ドンメル、あ、来た、ヨーギラス使い、かわいい、また全然違う、あ、バチユニだ、かわいい、かわいいね、スピカー、スピカー、タネコ、あ、これで揃った、すごい、はいはい、ワナイダーとかも見たことない、あんま、すごい、あ、お届けドローン使えそう、うーん、お届けドローン、シルシュルシルシュル、ピカチュウ、あ、グレックルだ、これ何、投げつけ、投げつけ猿、投げつけ猿、わあ、懐かしい、ヘラクロス、懐かしすぎ、あ、カルボー、あ、コリンク、ナカヌちゃん、マニューラー、あ、これ使えるね、使えるよ、コジオ、ハネッコ、プリン、おー、かわいい、今
回引きをいいかも。全部かわいい。中野ちゃん、中野ちゃんの AR、 イエーイ、かわいい。私かわいいポケモン系統が好きです。私何、私水タイプだと思ってます。危険下にエアコマ、ヨーギラス、コリンクと、これ何、幸いの荒野、お互いの種ポケモン全員の逃げるためのエネルギーをそれぞれ1個分多くなる。あえー、厄介。続いて半分ぐらいかな、半分ぐらい、いきます。うん、いきます。あ、ルクシオ、アカヌちゃん、ワナイダー、あれあれ、え、私バカだ、草タイプを2つ作ってた、草タイプの箇所だから置けなくなるんじゃん。オッケー、これでオッケーのはず。いきます。投げつける猿、ワッカネズミ、ルクシオ、ブレックル、あ、お届けドローン、え、これ新しく出た、落とし鳥、落とし鳥ね、めっちゃバトルで厄介なんだよね。こちら、じゃん、あかんちゃん、あ、さなぎ、ラス、カラミンゴ、あ、これ厄介なやつ、トマンチュラ、ルクシオ、ヨギラス、え、かわいい、え、待って、進化バージョン揃った、え、かわいいじゃん。あ、でもこれは違うのか、 AR じゃないのか、SSR? SR だ、 SR 出た、かわいい。デカヌちゃんだ、これ進化系ですね、さっきの。バチン、うわ、出てこないな、なかなか。赤ちゃん、赤、あ、カヌちゃん、オンバット、オンバット、喧嘩に、あー、なんか怖い、ミカルゲ、あ、これ使えるやつ、シル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 、ポッコー、ピカチュー、あ、腹張り、これちょっとね、いつかデッキ作りたいとか思っちゃってるやつ。あ、キリンリキ、シルシル、エアコマ、コリンク、ファイアロー、危険カニ、カヌちゃん、ツジオ、ツジオ、ヒノヤマコ、お、オンバーン、オンバーンはこれか、あ、ライチュー、ライチューの AR が全然出ない、全然出ないよ。あ、ねえ、ソララね、心配、心配ですよね、ソララ。ね、なんか最近やっぱ体調崩す方増えてる、ファンの方でもそうだけどさ、体調崩す方やっぱ最近増えてるなって思うから、みんな気をつけてね、私も気をつけます。じゃあ続いて、ツピカ、クヌギ玉、ちなみにこれが最後の束です、最後の束、ドメル、これバグード、初めて出てきた、バグード、シルシュル、砂場、羽っこ、あ、ダンギリ、お守り、カルボ、ドジョチ、キリンリキ、おー、綺麗、カラミンゴ、カラミンゴです、 AR、 ナマズン、ズピカ、あ、プリン、かわいい、ドジョッチ、ソウルブレイズ、え、これで今、待って待てよ待てよ待てよ、 AR3 つと、 AR3 つと SR1 つ出たから、え、これってさ、もう一個 AR が来るか、やばい、これ結構、いや、出し切ってないはず、まだもう一個何かしら出るはず、
でももう SSR ってないってこと、これもしかして。え、じゃない、 SSR もしかしてもう積んだ、積んじゃった、これもしや。マジか。え、もう、え、もう AR か SR しか出ないってことだよね、これって。え、だよね。え、うん、待てよ待てよ待てよ。あ、でももしかしたらバングラスの AR 出るかもしれないっていう話もあるじゃない。詳しい方ちょっと教えてください。え、ワンボックス、ワンボックス、バングラスの AR と、あとライチュウの AR と、あとこれがあれ、なんじゃもの SSR、 ワンボックス、そうね、2枚箱っていう可能性もありますもんね。まだ一つも SSR は出てきてない。え、 SSR ないことないよね。SSR が出てこない確率ないよね。本当にごめん、知らなくて。あー、うーん、あ、もしか、 SAR が出てない。ほうほうほう、あの、なんじゃもの SAR だ。SAR はワンボックスに1枚のレア枠で 13% の確率で SAR が開封されています。だからまだ SAR 来てない。じゃあ AR はもうこれでできたのね。え、じゃあもうライチュウとバンギラスはないんだ。うわー、そっか。でも SAR がまだ眠ってます、これは。ってことは SAR はワンボックスに1枚の確率らしいですので、まだ SAR 来るかもしれない。なんじゃもの SAR 来るかもしれないっていう。まだ積んでなかった、いけそう。じゃあいきます、落とし取り。カルボー、ニューラ、グレックル、あ、バンギラス、かっこいいよこれ、かっこいい。 AR じゃないけどかっこいい、かっこいい、めっちゃいいね。キリニキ、バッカネズミ、お、クヌギだけ、グレックル、バチムニー、バグダスルー、ドミル、え、入ってる、ジョズム、スナパー、え、サワロー、タマンチュラ、入ってなかった、なんだって、残念残念だ。でもまあ引きは良かったんじゃないかしら、可愛いし全部。そう、 SR、 SR と AR3 枚でした。悔しい、残念、全部外れた。欲しかったやつ一つも来なかったけど、でもまあまあまあ、あのさっきさ、あれなんだっけ、これこれ出てきましたから、バンギラス、これ1枚出てきたから良かったかも。え、まだあるよ、今日は開封祭りなのでまだ開封していきます。ちょっと一回片付けて次の準備。続いて開封するのは、わお、
続いて開封するのがどれが一番嬉しかったかな。ワッカネズミかな。イッカネズミか。え、本当にこのイッカネズミかわいい。見て、いろんな子がいるからめっちゃかわいい。かわいい。よし、続いて次はね、悩んでる。ちょっと待って、調べないとか。さっきみたいにスクショしてないんですよね、こっからは。あー、どうしよう。最後に最新のやつ行った方がいいかな。じゃあ151行きます。151はあの次作ろうとしてるデッキがあって、それにあのできればねカビゴンの AR が欲しいんです。だからカビゴンの AR 狙いです。そのために151を開けます。ちなみに151これまで開けてきてるんですけど、カビゴンの AR は出たことないです。結構開けてるんだけど、だから倍率高いんじゃないかなって思ってる。せっかく新しいデッキ作るんだから、なんか AR 多めに作りたくて。いや、そう、一五一ちゃんの知ってるポケモン多いから楽しいの、わかる。わかります。よし、でもまだね、変化の仮面と、まあそれなりに最近出たナイトワンダラーっていうボックスもあと2つあるので、まだまだ続きます。そう、 AR のカビゴンが欲しい。可愛かったから。なんか一番可愛いなって思ったのはもっと昔のデッキだったんだよね。もっと前に出してる拡張パックのカビゴンがめっちゃ可愛くて、で今手元にあるパックの中だと、まあ、151のが可愛かったのでカビゴン。あとまあできればミュウのレアもあればラッキー。そう、次作るデッキにカビゴンが欲しいんだよね。だからカビゴン、今カビゴンとチラチーノだから集めてます。それこそ、あ、え、待って、このデッキもチラチーノかな。え、チラチーノいない、ない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 いないないない、カビゴン151じゃない、カビゴンじゃない、チラチーノ151じゃない、違う。そう、ミュウの AR もまあ取れたらラッキーかな。え、カビゴンに俺似てると思わない？え？え？そうかな。カビゴン可愛いから好きだよ。あー、確かにピカチュウのマスターボールミラーはすごいよね。よし、全部開いた。じゃあやってきます。そう、やっぱ私ミユだからね。あー、確かにエリカの正体。でもエリカの正体別に今は、まあレア度的にはね、出たら興奮しますけど。あー、待って、2枚見えちゃった。そう、興奮するけど、でもまあ出したいのはカビゴンの AR。 私はそれ一つ狙い、とりあえず。それではいきます。あ、野呂さんのラジオ聞いてくれた方いる、ありがとうございます。じゃあいきます。じゃん。あ、秘密の琥珀プリン、ゴーリキー、すごい普通のやつだ。あ、ミュウ出た。そう、ミュウ私引き強いんだよね。ミュウめっちゃ引く。カブト、キングラー、石粒で
バラス、バラスブーバーニドラン。あ、これマスターボールのニドランだ。ニドラン。フリーザー。あ、フリーザー。おお。サンド、サンドパン。毒クラゲ。ピカチュウ、ピカチュウ。よいしょ。と、あ、貝の化石。へえ。あんま見たことない。カラカラ。ひつぶて。あ、シャワーズ。キャワ。やっぱ V スターズかわいい。エネルギーシール初めて見た。うーん、え、これめっちゃ使えそう。使えそうです。カイロス、ニドラン、ドドビジョン。あ、ミュウツーだ。かっちょいい。ゲンガー。 あカビゴン。これのね、これの AR が欲しい。カメール、たまたま、たまたま、アズマオ、レアコイル。はい、続いて、ちょっと大体でいく。いきます。あ、ピクシー、かわ、ウィンディー、ヤドン、ヤドンかわいい、ポニータ、クラブ、おお、かっこいいじゃない。ニドキング、でもこれ持ってる多分私、ニドキング、AR だ。AR1 枚目。不思議だね。ナッシー、ニドリーナ、ニドリーナね。コイル、コイル、あと、ポリゴン、パウワウ、あ、ケンタロス、ケンタロス、バリアード、あ、エリカの正体、ゴリキ、ピピ、ビリリ玉、ビリリ玉、あった。あ、そう、そういえばバリアード意外と使えるっていうのが。あ、でも、ケーシー。あ、カビゴン。ノーマルだ。カビゴン。ニドキング。あ、白竜。よいしょ。ジュゴン。謎の草。ワンリキー。ベロベダー、ビリダマー、カイリキー、エビバラー。え、出ないね、意外と。ミノクラゲ、マンキー、ベロリンガー、ベロリンガー。あ、ピカチュウ、ノーマルですね、これは。ピカチュウ。あ、カイリュウ、かわいい。続いて、今もう半分終わったぐらい。そう、この151はね、ノーマルが多いの。いきます。ノーマルじゃないや151は一番最初にできたポケモンたちだから知ってるポケモンが多い。キャロット、ギャロップだ。あ、サガキのカリスマ、ゼニガメ、キャワ、オニスズメ、ウツドン、イワーク、カイカイカイ、スターミー、おい、お、食べ残し、不思議だね、ゴーズ、ゴース、カモネギ。おー、嬉しい嬉しい。これ持ってるっても嬉しいけど持ってる私これ。嬉しい、かわいい。 AR ブースター、ゴルバット、ゴリザル、コダック、お、マダツボミ、エレブー、エレブー、ケーシー、お、キュウコン。なんかかぶってるんだよな、かぶってるんよな。あ、でもニドキング持ってなかったのかな。うわ、悔しい。ラプラス。今 AR2 つと SR1 つだから、もう一個ぐらい何か出るはずなんだよな。ななみ、ニャース、シェルダー、モンジャラ。びっくりした。
ペルシアン。うわちょっとこっからビビるな、どうしよう。丸前スリーパーリザードコラッタータッツイーブイアラッタードードリオガチパルシェンパルシェンビリリダマダマタマタマニョロンゴダクメダモもう一枚ぐらいあるよね、もう一枚ぐらいさすがにあるよね、うん、頼む。きます。一つ腕カツロコン、あーロコだ、プリンギャラドスピジョットイワークスリープ初めて出たレマンコクーンピジョットプテラストライクサムラガーディアーボアーボあトサキント終わった。待って終わり、ま、終わった終わったよさすがに。あもう見えちゃった。もう持ってんのよ、もう4枚目なのよこれ。嬉しいんだけど来てくれるのは、嬉しいんだよ来てくれるのは。いきます。こちらかっこいいよね、すごいかっこいいの。まあでも2枚箱の奇跡ありますから、まだそうだよね、そうだそうだ。よしありがとう来てくれて、ありがとう。ミュウツーかっこいいよね。 AR リザードヤドラン、かわいいヤドラン、ユンゲラポコラポッポトランテルプテラスピア、スピアもやっときた感じ。スナッチアーム、うーん、スナッチアーム、ウツボ、え待って見る、ちょ若干ね、あーうーん二枚箱なのかな、ウツボと、あ寝落ち出して、おはようニョロモ、ビードルズ、ビードルトカゲモロホ、待って、もうさフーディーやん、あもうフーディーやん、あ終了のお知らせ、次次切り替えていきましょう。だって別にカビゴンは出たし、カビゴン欲しかったんで。そうカビゴン出たんでね、あとエネルギーシール使えそうっていうところね。じゃんじゃん。じゃ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 ん。次次次次次ある次あるさ。そう使えそうなものは出てきたんで。じゃないかと思ってます。よし続いて変幻の仮面いきます。変幻の仮面はチラチーノとチラーミーか、チラーミーとかチラチーノと、開かない、
開かない。あと、変幻の仮面の水の仮面かな、なんか水色の仮面があって、なんか絵ないかな、絵なかった、絵ないけど、水色の仮面の仮面が欲しい。なんか AR でもいいし SSR でもいいし SR でもいいんですけど、水色の仮面が欲しい。これは結構確率あると思います、あると思うんだよね。あと仲良しポフィンっていうグッズが出たら最高かなみたいな。来ます。確かに、いや、井戸じゃなかった。井戸じゃない方。難しいよね、ごめん。なんか、自分、私も覚えられてない。井戸じゃないの。井戸じゃなくて、緑の仮面でもなくて、もう一つないですっけ？それ。あ、そう、ネイルしてるよ、白。なんか名前があるんだよね。何を作るかはまだ内緒にしとこうかなって思ってます。あ、石杖の面、それそれ、石杖の面です。水色だったはず。てか水色の仮面その覚え方してる。緑の仮面、井戸の仮面、あともう一つの石杖の仮面だ、それ。かまどの面もある。でも水色だった、氷みたいな感じ。色の仮面、違うと思ったんだけどな、違う、色の仮面、あ、本当に、あ、じゃあ井戸かな、待って調べる。変化の仮面、画面、これ最新のやつだと。そう、仲良しポフィンと、あ、井戸の仮面でした。仲良しポフィンとすぐり、すぐりってこれだよね、すぐりと、すぐりっていう、すぐり、仲良しポフィン、井戸の面、が欲しい。あとは、まあそうね、仲良しポフィンが当たれば最高だなって感じですね。うん。うん。そう。そうです。です。え、チラチーノってこれじゃなかったかな？チラチーノがナイトワンだろ。え、待って、チラチーノってどれだ。私が欲しかったチラチーノはどこにいるんだ。うん、すぐりが欲しいです。こんばんは、こんばんはっていうのは自動表示ですか。もうあともうちょっとで1時間なる、配信して。チラチーノめっちゃ可愛いよね。そう、チラチーノが入ってるデッキを作りたくて、なんか可愛いポケモンが好きだから可愛いポケモンデッキが作りたかったの、私は。
でちょっと探してる中、あ、可愛いじゃんこれってなったので、そのデッキを作ろうって決めたのね。その作りたいデッキのことを決めたんですけど、これで分かる人いるのかな。可愛いデッキといえばあれじゃんとか、あ、そう、ワイルドホースのチラチーノだ。そう、でもワイルドホース今日は泣く泣くちょっと諦めました。だって4箱もさ、4ボックスも開けるんだもん。さすがにちょっと長いかなと思って諦めました。よし、じゃあいきます、いきます。じゃん、お、ボンクレー、ドッテイコツ、アズマ王だ、かわいい。すごいじゃん、すごいやつ出たじゃん、シークレットボックス。すごい、めっちゃたくさんカード持ってくれるやつ出てきました、ラッキー。論仏師、あ、サルノリかわいい。ペロッパブかわいい。コドラ、おお、かっこいい。カイデン、カイデン AR、 うわ、一気に来たな。エテポース、あ、カジッチュかわいい。人でもし、インゲラー、よいしょ、ヘラクロス、おお、ヘラクロス、おお、何これ、鬼の仮面、自分のトラッシュからの前にオーガブンは、なるほど、使うの難しそうだけどすごい。ニョロソ、キラーメ、チリン、お、あ、ハピネス、ハピナスか、ハピナス、かわいい。スワンナ、スワンナ、あ、チャです、チャです。雪わらし、カモネギ、すぐり出てきた、すぐりね、使えるらしいです。おりんちゃん情報、シャリタツ、あ、イルミニセ、プチエナ、プチエナ、ドロンチ、かわいい、虫取りセット、イルカマン、サンド、サンドかわいい、この絵、スナバー、あ、イエイ、お、ヤバンチャ、これなーに、お祭り会場、すごい、すごいハッピーなカードだった。あ、イネイヌイネイヌ、お、アラブルタケ、アラブルタケね、スナバー、コアルヒ、バルビード、バルビード、起きた、オーガポン、緑の面、ペロリーナ、ペロリームか、ルクシオ、ルクシオ、はい、ケイシー、ラッキー、グラエナー、グラエナー、おお、これなんだ、すごい、ジャミングタワー、おお、すっごい嫌なカード、よし、次でいきます。ペロッパブ、鬼氷、あ、大外伝、大回伝、ランプラー、ランプラー、ランプラー、コリンク、コリンク、どこだ、あった、コリンク、トサキンと、あ、キラフロル、あ、さっきのやつ、チャです、フシ、フシで、フシで、ラッキー、グラエナ、グラエナ、お、鉄の包み鉄の茶です、いるか、波いるか、コリンク、雪目の子、ニョロンポ、チリン、キシモ、ヒトシモ、トサキンと、あ、めっちゃ夏、かわいい、大回転、お、あんま出ないね、なんか
チェナケイシーニョロゾー、おーおー出てきたじゃん、これが欲しかった、井戸の面。でもこれ EX なんだよな。あでもん EX？ 私が欲しかったのって EX？ 糸の面欲しかったんだけども、欲しかったんだけどもさ、欲しかったんだけど、えこれ？えこれ？私欲しかったのこれ？反応が微妙になっちゃった。私が欲しかったのは、あでも EX だから合ってる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 、欲しかったのこれ、合ってます、これでした。えい、続いてブロローム、だるまか、お初めて出た、どっこい、かわいい、どっこい、どこだ、あ間違えちゃったこの音か、よいしょ、不思議で、あゴリラン、これ私サルって名前でずっと戦ってました、相棒、懐かしい、エンドラー、ファン、ヒンバス、あパチンキー、あキマワリかわいい、鬼氷、サンド、ニョロゾ、ニョロモカ、今ナッツ、全然出てないよ今のところ。AR 一つしか出てない。お？こっからどんどん来るのかな。続いてペロッパブ、ラッキー、レミーゼ、おー出たね。出た。おすぐり、いいよ。あ、エアアンド、ピッピ、おお、かっこいい、かっこいいやつ出た、キチキギス、おお、すごい、エネルギーついてる分攻撃できるよってやつ。続いて、お、ハンディサーキュレーター、うーん、なるほどね、使えそうな、節でニョロモ、モクレサンドパン、ニョロンボ、ビル、バルビード、ルージュラ、ドテッコ、お、アラブルタケ、お、初めて出てきたこれ、八作、八作だ、八作、あ、サルノリ、サル、エイパム、あ、ナルに似てる、エモンガイ、ちょっと後ろ見えたよね、おー強いよね、これこれめっちゃゲームで強かった、ピクシー、パチンキー、ひともし、ココドラ、ココドラ、あ、なるほどね、シャリタツ、わあ何これ、お囃子笛、好きなだけ選び、相手の山札を上から5枚表にして、その中から種袋も好きなだけ選べ、相手のベンチに出す、残りのカードは山札に戻してきる、わあすっごい邪魔なカードだ、ナミールカ、どっこら、おお、まだ AR が2枚しか来てないよ、いきます、ココドラ、お、ホイーガ、めっちゃ強かった、ホイーガ、コアルヒ、ヒヒダルマ、お、えい、かわいい、カミッチョ、シロデナス、シロデスナ、ドッコラ、マナッツ、お、マシマシラ、マシマシラ、おーすごい、ココドラの進化系、ダルマッカ、コリンク、サルノリ、
おお、すごい、大きい。SR だ。オーガポンかまどの麺。キラキラ。レア。じゃあ出ないのかな、もう。ゼイユ、ゼイユね、すごいレアですよね。プロロン。ナミイルカ。ルクシオ。あ、レントラー。うわ、ミカロス、かっこいい。コドラ、インバース、オーロット。おお、急に来るじゃん。コドラだ。コドラの AR、 かわいい。 AR は好きです。ブロローム、カイデン、サキント、カジリッチョ、見えてるね、もうヘラクロス、ベンドラー。うわー、でも一番の引きはこれじゃないですか。この最初に出てたシークレットボックスが一番多分こんな形レアかも。うわー、なんかめっちゃ引き強くもないって感じだな。なんか微妙いな今日。悔しい。でもまあこれで出せれたのでいいんじゃないですか。昔のポケモンシリーズのやつまた見たい。やっぱあれがいいのかな。やっぱみんな知ってるポケモン多いもんね。ちなみにこのデッキは初めて開けたから絵柄とか全然違くてめっちゃ可愛かった。シークレットボックスのレア度がこのサイトだと、でも仲良しポフィンが一番確かレア度は高いんですよね。何位ぐらいなんだろうな。あ、シークレットボックス待って、シークレットボックスそんな高くないのか。レア度今回レアなのは引けませんでした。残念。そうね、今回レアなやつは引けませんでしたね、一つも。うわー、すぐりのね AR とか引きたかったね。中足ポフィン、ちなみに1枚も出てこなかった。こんなことあるのね。よし、まあ、あともうワンボックスありますから、最後に何か出るかもしれないじゃないっていう望みをかけて。よし、次、最後、一番最新のボックス、ナイトワンダラー。まあ夜に開けるし、ナイトだし、ちょうど。おー、このボックスはね、そうだね、まあやっぱ仲良しポフィンは欲しいかな。仲良しポフィン、あ、ポチエナが残されてた。そうか、仲良しポフィンと、そう、一番最新、そう、もう一つ出ちゃったんだけど、でも今日紹介する中だと一番まあ新しいボックスです。こちらナイトワンダラ。ボックス出るスピード上がってる？パックが出るスピードめっちゃ速くない？ね、次に開けたいのがナイトワンダラーが大地の器、大地の器が欲しいです。うん、大地の器とカシオペアっていう人がいるんだけど、その人が出たらまあいいかなって
感じかな。うん、だね。そうカシオペアだね、やっぱカシオペアが狙い目かもね。カシオペアいきます。あれ私も眠たくなってきた。そうカシオペアのリュックかわいいよね、なんか真似したくなる。EV なのカシオペアのリュックが EV モチーフでめっちゃ可愛いから、そう去年かな、去年のハロウィンで仮装するとき何着ようかなって思ったとき一瞬カシオペアになろうかなとも思ったんだけど、とか何ジョモとかになろうかなって思ったんだけどやめました。配信終わったら寝るよね私も。私はでも明日早い、明日っていうか公演だよねっていう公演、僕今日は誰に恋をする公演ね。今年の握手会 EV ね、 EV モチーフかわいいね。これ当たんない、嘘。なんか、あでも土曜日27日は女性限定公演だったりとかもありますし、やっぱそういう VR 公演とかさ、そういう柱の会とか通常公演ね、やっぱそういう限定とかの方がその柱の会入ってる方とかね、え女性の方とかそういう限定公演の方がまあ入りやすいっちゃ入りやすいよね。どうなるかなっていう。あそう近視公演のね、納涼祭楽しかったよね。あれさ、あの無料だったし、あのチケットが事前にさ配布されてたりとかさ、そう会場がなんて言ったらいいの、野外だからさ遠くからでも見れるじゃん、その席につけなくても遠いかもだけど、まあ立ち見とかで見れたりとかさできるからさ、その場の空気感を味わえるから、ああいうイベント楽しいよね。まあワンチャンね写真撮影とかできたらもっと良かったかもなんだけど、写真撮影がちょっとできなくて。ね、でもめっちゃ暑かった、めっちゃ暑かったし、みんなしかも結構、まあ、人によるかもだけどさ、もうずっと並んでる方もいたじゃん朝からとか、だから本当にさなんか心配になるぐらいの気温だったから、みんながなんか誰も倒れなくてよかったな。え倒れてないよね、私が見てないだけだよね。いやそうだよね。じゃあ行きます、開封します。はい、おすごい急に人来た、クセロ式のたくらみ、おおなんだかわいい、ドクロック、まあいっかまあいっか、進化系だ。なんかもう知らないカード多い。お互いのプレイヤーは自分の番ごとに1回自分の手札を1枚選び、山札の上に戻してよい、戻してよいね、シードラ、あ木箱かわいい、犬子グマ、あプレセリア、チワチョウ、アブソル、おゾウドウ、モクロかわいい、収まってる、アクロマの執念、ジュブレ、シュ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 、ズバッと、あれ、よいしょ、はい、
PV、 え、かわいい、めっちゃ映画、お花、すごいお花の中にいる、かわいい。お、これキングドラー、こちら鉄の毒が、フクスロー進化系か、かっこよくなる、ブロロン、ニューラ、あ、ゲノセクト、アンズのヒギ、アンズのヒギ、ドロア、トリミアン、エルガー、マニューラ、あ、あれららららヘル、マニューラか、マニューラ、お、これ何？すごい、夜の短歌、え、これいいじゃん、私これ欲しかった、これめっちゃいい、さまよーる、子犬グマ、シードラ、お、今回の主役クロバット、バチュラー、スリープ、イープイ、おー、シュナイパー、かっこいい、シュナイパー、あ、ニンフィア、あ、めっちゃ引いたよ、ニンフィア、ギバーゴ、グレッコル、にゃ、ニャースすごい、なんか大丈夫そうって顔してる、あ、でもそっか、見とれてるのね、かわいい、ニャース、ユノワール、お、力の砂時計、ちょっといいかも、ポケモン道具か、フクスロー、アブソル、デルビル、おー、キュ、初めて AR 来た、んー、カプブルル、カプブルル、伝説のポケモンっぽい、カプブルル AR1 枚目、イベルタル、あ、これ幻のポケモンだ、はい、続いていきます、チオハチョウ、よし、クリックル、スリープ、ズバット、あ、カシオペア、ノーマル、鉄の毒と、デビ、デルビル、キセルグマ、マイカクロバット、力の時計ね、弱まる、弱まる、ペルシアン、ゾロア、スリーパー、キュレーム、デルビル、シードラ、マイカゼノセクト、お、来た、あ、違った、鉄の角、毒が、鉄の毒が、トリミアン、毒ロック、タッツー、おー、かっこいい、あ、これ今回の主役じゃん、支配の鎖、モモアロー、モモアロー EX 出た、 SR だ、鎖餅食べたくないあ、これ毒にするんだって、鎖餅、腐った餅、ドブロックか、キテルグマ、グレッコル、サマヨール、スリーパー、カシオペア、ノーマルだ、バチュル、ニャース、ヨマワル、おー、強そうな、デンジャラス光線、はい、デンチュラ、ゴルバと、ペルシアン、スリープ、オノノクス、おーおー、でも意外と AR1 枚と SR しか出てないから、まだまだなんか SSR 出る可能性はある、ある、あるね、これいけるんじゃない、もしや、え、頼む、最後に SSR 出てきたらほんとすごい気持ちよく割れるのに、いきます、フクスロー、
アブソル、ニューラ、ももクロ、スリーパー、サマヨール、トリミアン、バチュール、ゾロアーク、進化系、力の砂時計、ヘルガー、イブイ、シードラ、夜回る恐れていたことが起こるのかな、これもしかして。またゲノセクト、ゾロア、ドクロック、イヌコグマ、アンズノ、イベルタル、タッツ、ゾウドウ、キバゴ、鎖鞭、ニービア、かわいい、モクロ、かわいい、ゴルバット、すごいブルロン、ガブブルル、おお、以上。あと半分、最後最後最後のターンです。最後のターンきます。 AR が2枚と SR が1枚しか出てないから、あと SSR が出るかもしれないよねっていう可能性、可能性はある。ラストターン、怖いよ、やだ、これで出なかったとか SR 来たとか、やだ、怖い。行きます、出るしかないよね、行きます。トリニアン、うわ、ビビる、ゴルバット、だっていつ来てもおかしくないもんね。オノンド、あーい、キュレム、やあ、ニューラ、キテルグマ、もういっか、あーよかった、まだあった、犬、いいね、犬、ヘルガ、夜回る、ソードを、こっちだ、あ、大王道、あ、マニューラ緊張感があるね、ズバッと、あ、モクロ、おー、ブルロン、あすご、早く寝ろって言ってるみたい早く寝ろって言ってるみたい、夜更かししてんじゃないよって言ってるみたい。え、待って、これさ12時過ぎるよ、大丈夫そう、急ぎます。はい、デンチュラ、ペルシアン、ゾロア、ブクロック、はい、スナイパー、タッツ、ニャース、オノドン、オノンド、カラマネロ、あ、これ簡単、欲しかったよ、よしよし、まあまずまずでしたね。はい、今日は本当に大開封に似てず、大開封を一緒に見守ってくれてありがとうございましたはい、ありがとう。で、ちょっと急いでランキング発表します。あ、タワー来てるの？もうタワーいつの間にか来るからさ、わかんないよ。ありがとうございます。毎回いろんな形があるからもう追いついてないですね、完全に。でも多分1位の方ってこと？あ、でもノアちゃんもくれた？今タワー出してくれた？タワーありがとう。ありがとうです。ありがとうございます。ありがとうございます。え、あと誰？あの、このクマ立てたのは誰？クマみたいな、もう一応クマだよね、クマちゃん立てたの誰ですか？ちょっと時間がないからランキング発表しちゃいます。いけるかな、100位、いきます。14位ウィンザー、ありがとうございます。13位トシ、ありがとうございます。12位がエン、ありがとうございます、ありがとう。11位がカティ、
ありがとうございます。10位がタッキー、ありがとうございます。9位が星侍さん、ありがとうございます。星侍、ありがとうございます。8位がコウキ、ありがとうございます。7位がリムさん、リムシーチルチュッカーよ。6位がザゼロシー、ゆっくりチュッカーよ。5位がチーくん、5位おめでとう。4位がゴーアットマーク、4位おめでとうございます。おめでとう距離感って感じ、ありがとう。ゴー。3位がピッシア、3位おめでとうございます。コップンカー。2位が SD 派さん、イビチュッカーよ。で1位がベイロン、1位おめでとうございます。 Thank you。 じゃあ15位から読んでいきます。クラウドキューティーンさん、カラデンピーさん、フィンド 4B、 柳、ジャーリーさん、トッシージャケン、ジャリングさん、ウィンパディ、ウーロン、ピーヌシー、和田、大粒ちゃん、ナンナン、エリック、ケンシン、ミチオ、マイ、アユ、クマ4号、クラッシングさん、KYS さん、クマは、液中さん、フロスト、XD、ドクタケ、ユウキ、ヒデヒデ、モリシン、バッテンはじめ、イーグルイーグル、ミチヒロ、サノ、ナベちゃん、インビジブルマン、カックン、テオネオ、ミュウのクマちゃん、モユ、EXSR、モユ、ミュウリン、ヨッシー、ヒロシ、ガスコイン、ヒデジロ、ヒロオミ、ヤカ、ディ、リックスさん、チャヌ、ゴロウ、ヨシオン、タックン、オレ、リー、大輔、ひろひろ、ねちゃん、たい、ひよこさん、ちゅうた、のぶ、ちゅうしん、じゅんや、ゆったん、はにくり、プレア、しんどうさん、まっしろしろすけ、いりおもて、さとり、ちひろ、ローソンじさん、ひよぱん、まいやっきー、よんに、やまちゃん、よし、みりや、まほりん、いきびかり、もしも鳥だったら、みっちー、なかたく、プレシ、アヤカン、AK、シホコ、ハッピーミューシー、加藤 BB、メタルピーチさん。はい、100位まで読めました。ありがとうございます。しかも1万人超えてるね、視聴者。ありがとうございます。はい、じゃあ、ちょっと、みんな遅くまで付き合ってくれてありがとうございます。平日のど真ん中なのに。だって、芸術始まったばっかだよ。ありがとうございます。月曜日からこんなに助け、お話聞いてくれてありがとうございます。なんか結果メールでさ、なんか今日書ききれなかったこと書くねとか言ってたんですけど、あ、今日メールで書ききれなかったことショールームで話すねとか言ってたんですけど、ショールームでもこういうカードたくさん開封しちゃったので、そう、話したかったこと話せなかったけど、でもいろいろ話せて楽しかったので、なんか良かったかなって思いますはい、じゃあ私はこれからスイカ食べてお風呂入って寝たいと思います。明日早いのに 遅い時間までやっちゃった。はい、じゃあみんな今日はありがとうございました。またねおやすみなさい。チャイジャイオラトリサードカーワンアインゴンナイカー、おやすみ、ゆっくり休んでください。バイバイ、切ります。おやすみー。